皆さんこんにちは。オリジナルテレビアニメザ・マージナルサービスでゼノを演じる森川俊之です。さあということでね、今回の撮影、感想なんですけども、すごい楽しかったですね。白黒ラ、どうだったでしょうかねラはないですよね。ラの撮影はなかったです、残念ながらね。でもですね、本当に、すごい楽しかったですね。久しぶりにこう、なんて言うんでしょうね、キャラクターに合わせたっていうか、作品に合わせた、こう撮影っていうのはね、本当に、声優やっていて、すごい、やっていて本当に楽しい、かった撮影でした。さあ、配役当てキャンペーンの答えに、皆さん、驚きましたか？驚きましたよね。あの人がまさかあの役で、まあ、森川さんはゼロ、ね、もう正解率 100% ということだったんですけども、まあ、多分これは嘘ですみたいなね、適当に言ってますっていうテロップ入ってると思いますけれども、どうですか、ゼロ、ね、このマージナルサービスもですね、まあ、チームリーダー的な存在でですね、このパーフェクトオーダーというなんか異名を持つ、すごいね、なんかこういかつい感じの、ゼノなんですけれども、一体ね、このリーダーで、ね、マージナルサービスがどのように活躍するか、すごい楽しいんですよね。最後にですね、2023年、こちらの作品放送予定ですからね、ぜひ皆さんそれまでにですね、いろんな妄想を膨らませておいてくださいね。その妄想以上の展開が繰り広げられると思いますよ。乞うご期待、楽しみに待っていてください。ということで、マージナルサービス。